皆さんこんにちは。オンラインワインスクール美のテラスアシスタント講師の舞先生です。今日の質問はこちら。樽のトーストにはどんな目的があるのでしょうか。前回に続いて樽についての質問です。トーストというのは樽を作る時の工程の名前です。どのような工程でどんな目的があるのでしょうか。今日は樽作りの工程を一緒に見ていきましょう。樽作りは森から木を伐採してくるところから始まります。伐採したばかりの木は水分を多く含んでいるので、丸太から細長い板状に加工した後、屋外に置いて自然乾燥させます。その期間は2年から3年にも及びます。このように時間をかける理由は、急激に乾かすとひび割れなどの原因になってしまうためです。また、この自然乾燥させている間に、木材が樽にふさわしい品質を備えていきます。木材に含まれるえぐみを感じるようなタンニンが適度に溶け出したり、木に含まれる成分が分解されて、バニラやココナッツのような香りの元になる成分が増えたりします。バニラの香りの元になるのは、バニリンという化合物です。ちなみにワインとは関係ありませんが、このバニリンは梅干しにも含まれていて、脂肪細胞を小さくする働きがあるそうです。バニリンは木材に含まれるリグニンという物質が分解されることによって生じます。ココナッツの香りの元になるのはオークラクトンという化合物です。ウイスキーラクトンとも呼ばれ、木材が乾くことによって抽出される濃度が上がっていくことが分かっています。このように木材を自然乾燥させる工程をシーズニングと呼び、この間に木材は樽材へと変貌を遂げていきます。シーズニングを経た木材をいよいよ樽として組み上げていきます。さて、樽の形といえばゴロゴロと転がせて輸送に適したあの丸みを帯びた形です。まっすぐの木に無理やり丸みをつけると折れてしまいますので、ゆっくりと熱を加えて曲げやすくしてから加工していきます。この熱を加える工程がトースティングです。トースティングは樽材を曲げやすくするために行われますが、この工程によって樽材に含まれる成分が変化して香り成分が生まれます。代表的なのはオイゲノールというクローブやナツメグなどの甘いスパイスの香りを持つ化合物です。また先ほど梅干しにも含まれるとご紹介したバニリンですが、熱することによって分解がより早く進むので、トースティングの段階でさらにバニリンが溶け出しやすくなります。またトーストの度合いが強いほど、木材が焦げたことによる煙やコーヒー、カラメルなどのロースト香が強くなります。今日はいろいろな香りや香り成分の名前が出てきました。バニラの香りのバニリン、ココナッツの香りのオークラクトン、クローブやナツメグの香りのオイゲノール、焦げた木材に由来する煙やコーヒー、カラメルなどの香りもありました。ワインの香りの表現で樽の香りという言葉を聞いたことはありませんか。樽材のシーズニングやトースティングの工程で生まれるこれらの様々な香りのことを樽の香りと呼んでいるんですね。さあ、ここで生徒さんからの質問をもう一度見てみましょう。樽のトーストにはどんな目的があるのでしょうか。はい、樽のトースト、トースティングとは樽に使う木材に熱を加える作業のことでした。樽を丸みを帯びた形に加工する際、木材を曲げやすくするために熱を加えますが、その副産物として様々な香り成分が生み出され、ワインにも影響を与えます。いかがでしたでしょうか。通常樽のトーストはこのように炎で木の内側を焦がしていきます。ウイスキーがお好きな方は樽の内側を焦がすチャーという作業の名前を聞いたことがあると思いますが、チャーは樽の内側を直火で焦がしていくのに対して、トーストは直接火を当てずに熱していく点が異なっています。また炎の熱を利用する以外にも、熱したセラミックスの遠赤外線を利用してトーストを行うこともあります。もしワイナリーなどで樽を見かけることがあったら、どんなトーストを施された樽なのか気にしてみてくださいね。
最後までご覧いただきありがとうございました。この動画を見てソムリエワインエキスパート試験にチャレンジしてみようかなと思ったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。